タニツバラ園の入園ゲートタニツバラ園のバラ。タニツバラ園は千葉県奈良市の市にある市営のバラ園。タニツ干潟に隣接しており、前身はタニツ遊園バラ園。1957年に京成電鉄のタニツ遊園バラ園として設立され、1988年から奈良市の経営となった。約12,600平方メートルの敷地内には800種。 7500株のバラが噴水を中心に整然と咲き、植栽されているバラは、名家、名品種と呼ばれるものや、原種及び歴史的にも優れた価値を持つ品種が多く、ある。5月中旬から6月下旬頃と10月中旬から11月中旬頃が見頃であり、バラの時期には多くの人が訪れる。毎年6月15日の千葉県民の日は、無料開放となる。 1934年に来日したアメリカ選抜チームと対抗するため結成された東京六大学出身者を中心とした全日本チームがここで練習しそのチームが後の東京巨人軍になった経緯からバラ園入り口の脇には読売巨人軍発祥の地の石踏みがある。1957年に谷津遊園内のバラ園として開設。当時は東洋一の規模と呼ばれたが、 高年形容道路が、バラ園の用地を通過することとなったため、野球場を閉鎖した上で移設した。谷津遊園の閉園後、京成電鉄の遊園地事業は、三井不動産と共同出資している、オリエンタルランドが引き続いており、バラ園の管理運営など園芸、造園事業は、千葉県八千代市内の子会社、京成バラ園芸が引き継いでいる。2011年8月2日には、 タニツバラ園のバラの花を頭に乗せたゆるキャラ、ヤッピーが誕生した。ありがとうございます。